心の傷が魅力だと。俺様にだって心の傷はある。ハーフエルフとして迫害された辛い過去が、そのせいでこうして性格が歪んでしまい。だったらどうよ、そこんとこもっとアピールして。ああ、ただし、イケメン男子に限る。みんな黙ってたのに、されたら、一は。君ほどじゃないけどね。無駄だ、こんな分析だと、全て無駄だ。もう、余計なこと言うから拗ねちゃったじゃない。どうすんのよ。人のことなどもういいでしょう。必要なのは我々がどうするかだ。それじゃあどうすればいいの、おばさん。僕たちもそういう新しいキャラクター性を模索した方がいい。そういうこと？そういうことだ。まずマグニス、お前からだ。やってみろ。今さら別のキャラクターになれと言われて、そう簡単に行くものか、この豚が。ひとまずその豚ってのをやめてみるとかね。お料理レシピを織り込むと奥様方のハートをわしづかみだよ、きっと。こんな風に。だから豚さんっていうのはね、奥様は大好きなわけよ。あ、うん、マグニス様だ。この厳選された極上の三枚肉を秘伝のタレで10時間以上煮込んで作ったトロトロの豚の角煮がって言いにくいわ。なんかお腹が空いてきちゃったね。もっとこう悪口っぽい方が悪役っぽいんじゃない、虫けらがみたいな。虫けら、小笠原ちびひょうたんひげ長ゾウムシはどうだ。何それ、どこから出てきたの。ほんとあなたのセンスわかんない。いいじゃない、やってみなよね、マグちゃん。マグニス様だ、小笠原ちびひょうたんひげ長ゾウムシがって。ダメだダメだダメー、アホかいいよいいよ、いい感じじゃない、インパクトあるよそれ。今君の魅力にテレビの前の人釘付けだから。よし、次はお前だ。あ、アリスちゃんは今のままでも十分魅力的よ。お前進行役だろ、この集まりの趣旨分かっているのか。そんな怖い顔しないでよ、リグレットちゃん。そうね、もっと魅力的なアリスちゃんが見たいならやってあげてもいいわよ。ではその上から目線の態度を直せ、この豚が。はい、マグニス様。おお、そんな感じだ、このドブタ。最高の旨味と甘みを秘めた肉汁が噛んだ瞬間に溢れ出す、塩コショウだけで十分にいただける最高級豚のソテーが、小笠原ちびひょうたんひげ長ゾウムシが。ああ、もっと言ってください。汚い言葉でアリスちゃんを罵って。もっと言ってほしいならブウサギのケツを舐めやがれ、この豚が。その汚い言葉。待て、言ってることとやってることが逆だぞ。おい、マグニス様、もっとお願い。やれやれ。よし、次だ。え、次ってサレッチとリグレットちゃんしか残ってないけど。では次は私がやる。テイルズ・オブ・ジ・アビスのヒロインティアは、今回のバーサスではニーズホッグの軍人でルークの監視をしている設定だと聞く。それを生かして私なりに自分で設定を作ってきた。おや、そりゃ随分用意周到じゃない。じゃま、聞かせてちょうだい。私はニーズホッグ帝国執行部の一人、
高一点の若き執政官。かつて士官学校で教鞭をとっており、ティアとは教師と生徒の関係だった。後に執行部が軍部の乗っ取りを図った時、相争ったことがある。任務には忠実だが、その裏には帝国の一国支配によって世界の平和を作ろうと動く摂政万に対する秘めた思いが。20点。ずいぶん辛い点数つけるじゃないの。だってほとんど元と変わらないじゃないか。硬いし面白くない。なんだと。ティアちゃんとは教官と生徒の仲でも、ティアちゃんはいつまでたっても落ちこぼれ。だがダメな子ほど可愛いものだ。次第に二人の間に声が芽生える。だが貴様は教官、たとえ愛していても特別扱いはできない。ああ、女の子同士のラブラブ、いいね。そういうの最近流行ってるんだって。このドジで間抜けな亀が立つんだ。ティア、そんなことでは宇宙怪獣には勝てないぞ。ティアちゃんは教官に嫌われていると思い込み、道ならぬ恋に悩むの。いいじゃない、もっともっと言っちゃおうよ。そこは笑うところではない。次は貴様の番だ。僕何言ってるのさ。僕はこんな茶番やる必要なんてないよ。僕は出たい時に出られる。だって毎年バンダイナムコゲームスさんにお中元お歳暮を欠かさず送ってるからね。貴様、アリスちゃんで遊んでくれた俺してあげる。覚悟しやがれこの豚が。しよう。うっくこんな調子じゃ、ま、次回も出られそうにないわね。ま、おっさんは出るけど。てめえも出られねえだろうが。ドアだだと離して。